な。これは当分収まりそうにないな。蹄の音、なんだ、ヤギだ。すごい嵐ですね。おや、誰か癒したか。こいつは失礼。真っ暗でちっとも気がつきやせんで。私もついさっき飛び込んできたところですよ。もうずぶ濡れです。まったく、おかげで足はくじくし、おいらも散々ですよ。あなたが来てくれてほっとしました。そうっすよね。嵐の夜にこんな真っ暗な小屋に一人ぼっちじゃ心細くなっちゃいやすよ。大丈夫ですか？どうやら鼻風邪をひいちまったらしい。私もですよ。おかげで全然匂いがわからないんです。握手。今わかるのはお互い声だけでやんすね。どちらにお住まいですか？おいら、バクバク谷の方でやんす。バクバク谷ですって？あっちの方は危なくないですか？そうでやんすか？まあちょっと険しいけど、いいところでやんすよ。度胸があるんですね。私は沢沢山の方ですよ。そいつは羨ましい。そっちの方はうまい餌がいっぱいあるじゃないですか。私はふかふか谷の餌の方がですけど。そうそう、オイラもよく行きやすよ。あそこの餌は特別うまいっすよね。ええ、匂いもいいし、柔らかいのに歯ごたえもいいっすから。毎日食べても飽きないくらいですよね。ほんと、一度食ったらやみつきになっちゃいやす。あの餌が今ここにあったらな。本当ですよ。思いっきり食べたい。おいしい。そういえばおいら、子供の頃は痩せっぽっちでね。今じゃ特別大食いだけど。ほら、ガブ、ちゃんと食べなきゃ強くなれないって。何の言ったらわかるの？あの頃は、お袋から、もっと食え、もっと食えって、よく言われたもんすよ。あ、私もですよ。食べられる時にしっかり食べておかないと、いざという時に早く走れないでしょって。そうそう。おいらのうちも全く同じ言い方っすよ。早く走れないと生き残れないわよって。全く同じだ。でも私は母親じゃなくておばあちゃんですけど。おばあちゃんが？
母は私が幼い頃に。そうでやんすか。おいらのおふくろももう死んじゃいやしてね。そうですか。なんか私たちって似てますね。ほんと真っ暗でお互いの顔も見えないっすけど、実は顔まで似てたりして。あ、私つい下を向いてしまいましたけど、私の顔見えたでしょう。似てました。それがオイラ思わず目つぶっちまって。私この音に弱くて。オイラもなんですよ。あー、びっくりしやした。なんか私たちって本当によく似てると思いません？いや、実はオイラも今気が合うなって。そうだ、どうです、今度天気のいい日に一緒にお食事でも。いいっすね。ひどい嵐で最悪の夜かと思ったけど、いい友達に出会えて、こいつは最高の夜かもしんねえっす。おや、嵐が止んだみたいでやすね。ん？ほんとだ。それじゃあとりあえず明日のお昼なんてどうですか？いいっすよ。嵐の後は特にいい天気って言いやすからね。会う場所はどうします？それじゃあこの小屋の前では。決まり。でもお互いの顔がわからなかったりして。じゃあ念のためにオイラが嵐の夜に出会ったものでやんすって言いやすよ。嵐の夜にだけでわかりますよ。じゃあオイラたちの合言葉は嵐の夜にってことっすね。うい。どうしやした？あ、足がしびれちゃって。お先にどうぞ。それじゃあ明日嵐の夜に。嵐の夜に。
か私たちって本当によく似てると思いません？嵐の夜に、嵐の夜に。本当にびっくりしました。あなたが狼だったなんて。おいらもですよ。まさかあんたがヤギだったとはね。本当、狼と一緒にお昼ご飯を食べる約束をしたなんて今でも信じられません。おいらだってそうっすよ。お昼ご飯と一緒にお昼ご飯を食べるようなもんすから。あ、これは失礼。気にしませんよ。あなたが私を食べるつもりなら、さっき小屋の前で食べていたでしょ。そうなんす。こう見えてもオイラ何より友情を大切にしてるんす。私もですよ。よくおばあちゃんから言われました。友達だけは大切にしろって。そう、オイラもおふくろに同じ言い方で言われやしたよ。そうですか。雷に弱いところといい、私たちって本当によく似てますよね。まったくだ。気をつけてくださいよ。おいらこれくらいの崖慣れてやすよ。オイラ2、3日食わなくったってへっちゃらですから。昨夜は特別大ぐらいだって言ってたじゃないですか。そんなこと言ってやしたっけ。弁当がないって思ったら急に腹が減ってきたっす。うまそう。どう
しました？着きましたよ。ほら、てっぺんですよ。あ、ほら、ふかふか谷も見えますよ。ほんとだ。おいらよくあそこに餌を。え？餌？いや、おいらあんなとこに餌なんて食べに行きやしなしす。ほんとに？もちろんでやんす。おいらヤギの肉なんて一度も食べたことないっすから。そうですよね。じゃあ、お弁当にしましょうか。あ、落としちゃったんですよね。そうなんす。私のお弁当半分食べます？やっぱりお肉じゃなきゃダメですよね。いや、その、あ、もしかしてさっき落としたお弁当ってヤギの肉だったりして。とんでもないっすよ。おいら本当にヤギの肉だけは大嫌いで、もうそんなの決まってるじゃないっすか。そうですよね。もちろんでやんす。さあ、おいらに構わず食べてくださいっすよ。おいらちょっと昼寝でもしやすから。それじゃあ、おいしそう。おいらだってお弁当があるって言えばあるんだよね、目の前にさ。やっぱりこんな景色を眺めながら食べるお弁当って最高ですね。ごめん。おや、もう寝ちゃいましたか。寝られるわけないっす。朝から何も食べてないっすから。お腹いっぱい。気持ちがいいから私も寝ちゃおうかな。こいつすごくいいやつなんすよね。食べてもうまいけど、何か一緒にいるとホッとするんですよね。まあ味もいいっすけど、何しろおいら餌の中でヤギの肉が大好物なんすよね。ちょっとだけかじってみようかな。あなたは友達ですから、片っぽの耳くらいならどうぞ、なんて言うわけないか。でもおいらも、よしてくださいよ。くすぐったいじゃないですか。はあ、よく寝た。私ってくすぐったがり屋でしてね、特に耳はダメなんですよ。え？どうしました？私の耳に何かついてます？おいよ、別にその、なんでもないっす。変なの。じゃあ、そろそろ行きますか。そうっすね。何か。いや、一つ大事なことを忘れてたっす。え？
何ですか？もうじれてえな。だから今度いつ会うっす？ああこれから秋ともなるとじゃな、あの恐ろしい狼どもが我々ヤギを次々に襲ってくると思うのじゃ。つまり要するにじゃな、今が一年で一番危険な時期ということになるわけじゃ。くれぐれも油断せずじゃな。大丈夫じゃ、ありがとう。なるべく一匹で行動しないように心がけ、群れで動くように。メイ、どこ行くの？なんか怪しい。別にこんなとこで何してんだ？メイがどこかへ行くみたいだから。どこ行くんだメイ？いや、そのちょっとそよそよ峠で約束があってさ。そよそよ峠？なにバカなこと言ってるんだ。あそこはこの間真っ昼間にヤギやオオカミにやられたところだぞ。この頃じゃ昼飯峠とも呼ばれてんだ。一匹で行くなんて危ないぞ。でもそのちょっと友達と。友達って誰？つまりこの間知り合った友達でちょっと遠くに住んでて。ふーん、それでメイよくこの頃出かけるんだ。え、ああ、とにかくそよそよ峠に一匹だけで行くなんて危険すぎる。さっき長老様が注意したばっかだろう。うんうん。でもダメよメイ、絶対ダメ。行くんならタプさんと一緒に行きなさい。おばあちゃん。メイ、あんたにもしものことがあったら私はあんたのお母さんに申し訳が立たないの。お願いだから危ないことはやめてちょうだい。でもね。そうだぞメイ、俺も一緒に行ってやるよ。私も一緒に行く。メイお願いしますよ。任せてください。さあ行くぞメイ。いいかメイ、お前そんな顔してるけど俺がついてきてよかったんだぞ。狼のことなら何でも聞いてくれ。ん？なんでそこでため息なんかつくわけ？あのねメイ、狼ってのはね油断ができないやつなんだ。だから用心しないと大変なんだ。メイ、峠の上に金木犀の木があるだろ。その木の下の茂みに隠れて待つのよ。金木犀は匂いが強いからな。私たちの匂いを隠してくれるんだよね。おお、ミイ分かってんじゃねえかよ。まだ友達は来てないみたいだな。え？あ、うん。おいメイ。え？何ぼんやりしてんだ？え？ああ、別に。狼の話だけど、俺は狼のことにただ詳しいだけじゃない。
何度も見てんだ。まあ狼なんてさ、近くで見ると目はギラギラして、口は下品で、鼻はブサイクで、本当にどうしようもない顔したやつだけどさ。け、あんなもんで驚いちゃ素人よ。まあ狼がもし現れたら、こうして角で刺して、次に後ろ足で。あ、いきなり頭を蹴飛ばされちゃったでやんすよ。ごめんごめん、今の私の友達なんです。そうでやんすか。すごく美味しそうな、いや気の良さそうなお友達で、でもなんだか脅かしちゃったみたいで。でもやっと2人だけになりましたね。メイが心配だからどうしてもついてくるって言って困っていたんですよ。あ、私の名前メイって言います。メイでやんすか。そりゃなんとも優しそうな名前だ。おいらガブって言いやす。強そうな名前ですね。でもなんか変ですよね、今頃お互いの名前を言い合うなんて。ほんとっすね。ところでずいぶん待たせちゃいました。いやいや、おいらもさっき来たとこっすよ。とにかく仲間がうるさくって、今から狼と会うなんて知ったら大変なことになってましたよ。おいらも同じでやんす。ヤギと友達だなんて仲間には絶対言えないっすよ。私たちだけの秘密ですね。そんな言い方するとおいらドキドキしちゃいやすよ。でも本当にいいんでやんすか。そんなこと、あなたこそいいんですか、私のようなこんなヤギと付き合って。だから秘密の友達なんじゃないんですか。そうですよね、秘密の友達だもんね。なんであんた、メイを置いて逃げてきちゃったのよ。そんなこと言ったって、いきなり狼だぞ。誰だって逃げるだろうが。あんた、狼なら任せとけって言ってたんでしょ。そうだけど。本物の狼が出たんだぞ。たく、メイが食われちゃってたらどうすんのよ。そうだな、どうしよう。どうすんの。メイだ。え、よかった、食われてなかった。メイ早く。ミータップ。会うのはポロポロガオカーですね。おいガブ、何やってんだ。そろそろギロさんの話が始まるぜ。バリーさん、わかりやした、今行きやす。みんな分かってるな。これからの狩りでは失敗は許されねえ。何だって冬が来れば餌は手に入りにくくなる。何としてでも今のうちに餌を捕まえねえとならねえ。いいか、
気を引き締めてかかれ。出始めに早速今日はポロポロが丘でヤギ狩りをやる。ゲポポロポロが丘。ポロポロが丘。ギロさん、あそこにはあんまりヤギがいないんじゃ。だからポロポロが丘を狙うなよ。あそこはゴツゴツした岩ばかりの丘だが、その岩の間に草が生えてる。どうやらその草がヤギにはうまいらしい。俺が見たとこ必ず何匹かのヤギがちらほらとやってくる。それもまさかこんなところを狙われるとは思ってねえから油断しきった顔をしてな。なるほど、さすがギロさん、ヤギ狩りに関しては考えることが違うや。で、どんな作戦でやるんで。バリ、お前たちはいつものようにヤギを追う役だ。分かってるな。そっと近づいて取り囲むの忘れんな。いいな。ザクビチ、お前らは反対側から回れ。挟み撃ち作戦だ。あとはいつも通り俺の指示に従ってヤギを捕まえりゃいい。わかりました。こうなったらなんとか目だけは逃がしてやらねえと。すごいところだ。こんなとこ初めて来たよ。よいしょ。ちょっとガブは来てるかな。ガブ、あった。他のオオカミに聞かれたら大変。でもガブったら何かあったらすぐにオイラを呼んでくださいっすよ。オイラがすぐ助けに行きやすからね。まあこう見えてもオイラちょっとしたものでね、怖い顔で凄めば他の狼なんかみんな震え上がっちまうっす。ほらこんな風にグアー。あの時のガブの顔ったら。霧だ。これじゃヤギ狩りったって見つけにくいですぜ、ギロさん。よし、みんなバラバラに分かれて探せ。獲物を見つけたら一声吠えて合図するんだ。えい。どこにいるんすよ、メイ。なんか聞こえた。ガブかな。なんかヤギの声がしたようだ。間違いなくヤギが近くにいるはずだ。すぐこの辺で匂うんだがな。あ、ギロさん。ああ、何か見つけやしたか。し、大きな声を出すんじゃねえ。近くにヤギがいるんだ。え、ヤギ、もしかして。いや、オイラも見つけたんすよ。すぐそこの岩んとこです。うまそうに太ってるやつで、それを知らせようと思って。太ったやつか。よし、俺ら行く。お前はここで見張れ。えい。
よかったでやんす。おいらもしあんたがやられたらどうしようかと。ありがとうガブ、約束通りちゃんと助けてくれて。当たり前でやんす。当たり前の狼はヤギを追いかける方ですよ。ヤギの肉を目当てにね。そりゃそうっすね。でもおいら今はヤギの肉じゃなくてヤギが好きなんす。ガブ、外は静かになりやしたね。でもまた霧が濃くなってきてるでやんす。おかげで見つからなくて済んだじゃないですか。そうでやんすけど、本当はおいらこの丘にあんたを呼んだのはね、今夜が満月だからでやんす。満月？昔よく月を見にこの丘に来たんでやんすよ。ここから見える月はすごく綺麗なんすよ。あんたにも見せたかったな。その月を見てると嫌なことなんかみんな忘れちまうんでやんすよ。今夜は月は見られそうもないけど、私ガブと話してると嫌なことみんな忘れられるんですよ。お、本当でやんすか。おいらもです。また満月見に来ましょうよ。オッケーでやんす。どうしたんだおばさん、何があったんだ。あのね、ポロポロが丘で狼の群れに襲われてさ。まさか、あのポロポロが丘で。あそこに狼が出たって話は今まで聞いたことないな。他の山のヤギたちと一緒だったんだけどさ、狼は群れで来たからそりゃ大変だったよ。え、何匹ぐらいやられたんだい。そんなことわかんないよ。自分が逃げるだけで精一杯だもの。奴らも考えたな。こっちが油断しているところを狙ったんだ。冬に向かって奴らも必死さ。あ、そうそう、大変なことといえば逃げる途中でとんでもないものを見ちまったんだよ。とんでもないものって何？何を見たの？それがさ、その騒ぎの中をヤギと狼が仲良く手をつないで逃げてたのさ。ヤギと狼が？まさか嘘だろ。私も最初は信じられなかったさ。思わず逃げるのを忘れちまって、じっと見ちまったよ。え、本当かよ。それってどういうこと？で、そのヤギがさ、どこかで見覚えがあると思ったら、あのメイじゃないか。え、メイが？信じられない。そういえばあいつ、この頃よくフラフラ出かけてるよな。ところで、メイは今どこにいるんだ？そういえば夕べから姿を見てないけど。ああ、思い出すのもいやらしい。まったく、
昨日の狩りは散々だったな。あの霧じゃしょうがねえよ。せっかくのごちそうを目の前にしてな。はい。ガブはどこにいる？実は夕べから見かけてないんで。昨日ガブはお前と一緒にヤギを追う役目だったな。ええ、それがあのドタバタ騒ぎの途中から姿をくらましやがって。狼の狩りでは勝手な行動はご法度だ。許せねえ。すぐにガブを呼んでこい。それがどこへ行きやがったかわからねえんで。ならすぐに手分けして探せ。あれ？みんなどうしちゃったの？そんな怖い顔しちゃって。私が何か？メイ、お前、狼と仲良くしているそうじゃな。え？ヤギの仲間が次々に狼に襲われているときに狼と手をつないでいたというのは本当の話か？嘘でしょ？ねえメイ、嘘よね。お願い、そんなの嘘だって言って。本当なんだメイ。そうか、わかった。あの時の狼だな。そよそよ峠に現れたあいつだ。俺たちはメイが食われなくてよかったと思ってたけど、友達ってあいつのことだったのか。どうなんだメイ。あいつ、あの狼すごくいいやつなんです。狼がいいやつ？何考えてんの。狼は私たちを食べるのよ。なあメイ、事情はよくわからんが、奴らから見たらわしたちはただの餌だ。奴らはわしらを食べて生きているんだ。そういう奴らがわしら餌と仲良くすると思うか？そうだぞメイ、俺たちがこの草と友達になれるか。この草を見てみろ。どこからどう見たってうまそうな餌にしか見えないだろうが。あいつ他の狼とは違うんだ。お前は騙されてんだよ、その狼に。その通りだメイ。いいか、奴らから見ればお前はいつだって呼び出せる便利な餌だ。いや、それだけじゃない。わしらのいつもいる場所やいつどこに餌を食べに行くか体が弱ったヤギがどこに隠れて休んでいるのか、みんなお前から聞き出すつもりかもしれない。そうさメイ、一匹ずつおびき出して食べることだってできるんだぞ。あ、そうなったらもう俺たちはおしまいだ。ガブ、お前気は確かか？え、何か？とぼけんな！お前、それじゃなくてもあの霧で獲物を捕まえ損なったってのに。お前、その獲物が逃げるのを手助けしたんだってな。どうなんだ？そのグズグズ言ってねえで、はっきりしろ。はあ、でもあいつ、いや、あのヤギはすごくいいやつなんで。バカかおめえは。ヤギは俺たちの餌だろうが、その餌がいいやつだって関係ねえだろうが。なあガブ、ヤギに牛に豚、鳥ウサギ、みんな俺たちの餌だ。その餌と友達になっちまったら俺たちは飢え死にだぜ。お前何を食って生きていくつもりなんだ。そうだそうだ、だからそのあいつだけでいいんでやんす。たった一匹のヤギだけで。よく考えてみろガブ、たった一匹だって友達になるや何でも話すってことになるだろうが、
俺たち狼のいる場所、いつどこに狩りに行って、どういう作戦なのかも、みんな奴らに分かっちまったら、俺たちはやっぱり飢え死にしちまうんだよ。あ、そんな話、一度もしてないっす。いい加減にしろ、うん、お前まだ分からねえのか。お前は奴らに利用されてるんだ。もうすでに一匹ヤギを助けてるんだぞ。それは…いいか、ガブ。そのヤギの方だって、自分の仲間を食い殺してる俺たち狼と、本当の友達になると思うか？よし、ガブの処分をどうするか決まるまで、谷底の洞窟にぶち込んどけ。私はヤギだもんね。みんなの言う通りだよ。はあ、そういえばガブはふかふかダニの餌が大好物だって言ってたっけ。そりゃガブは狼だもんね。今までに何匹もヤギを食い殺したことがあってもおかしくないよ。あ、でもガブはヤギの肉だけは大嫌いって言ってたけど。メイ、起きてるかい？おばあちゃん、寝てなんかいられなくてね。お前に話しとく方がいいと思って来たんだよ。何？お前のお母さんのことなんだけど。え？お母さん？そう、あの子はお前といっつも一緒だった。何よりもお前を愛してたんだ。覚えてるよ、なんとなくだけど。あの子は幼いお前を守るために狼に殺されたんだよ。狼に？そう、その時勇敢にも狼の片耳を食いちぎってやったんだよ。でも最後は狼たちに食われちまった。そうだったのか。神だろお前は。早く来いよ。なんだそれ、でもお前狼か。ゆっくり。ああ、メイ。どうだね。一晩冷静に考えたか。ええ。わしもいろいろ考えたんじゃがな。お前と親しくなったというその狼に。お前、もう一度会ってみるか。え？ガブと？ああ、そうじゃ。つまり、もし奴らがお前を利用するつもりなら、反対にこっちが、やつを利用してやるのじゃ。お前はな、ニコニコしながらその狼と会ってな、やつらのいる場所、群れの数、やつらが絶対に行かない場所、
奴らのこれからの狩りの予定なんかを聞き出してきてくれ。そうすればお前は今まで通りわしらの仲間じゃ。どうかな。わかりました。やってみます。お前の処分が決まった。オオカミの掟に従ってお前は死刑だ。ただしお前の親父は俺の親友だったこともある。そこで今回は特別にチャンスを与えてやることにした。はあ。お前が仲良くなったというそのヤギにもう一度会ってこい。メイト？そうだ。お前はそこで優しそうな顔をしてヤギのことをいろいろ聞き出してこい。よかったなガブ。お前命が助かるんだぜ。あとはお前がしっかり奴らの動きを聞き出してくればもう俺たち苦労しなくたって毎日餌に困らないってわけよ。いいかガブ、チャンスは一回だ。もしまだバカなことを考えるようなら今度は容赦しねえ。裏切り者はどこまでも追いかけて処刑する。それが狼の掟だ。わかったな。わかったっす。ねえねえ、聞いた？聞いた聞いた。あのヤギとオオカミの話でしょ。河原で会うんだってさ。どうなるんだろうね。見に行ってみよう。行こう行こう。遅くなっちゃって。いや、おいらも今来たところで。どうします？今日はそうっすね。じゃあこの下の谷川まで降りてみやすか。ええ、そうしましょうか。メイのやつうまくやれるかな。わしら一族の命がかかってるんじゃ。頑張ってもらうしかなかろう。ああ、とんだことになっちゃったね。そんなヤギと仲良くしてやがったら許せねえ。まあまあギロさん、ガブがうまくヤギを騙せるや。いくらでもヤギを食えるんですから。俺はヤギを見てるだけでムカムカするんだ。
ヤギなんかみんな食い殺してやる。ギロさん、落ち着いてくださいよ。ギロさんはヤギって言うとムキになっちゃうんだから。うるせえ、ムレ。へいへい。しやしたね。これはひどい。あの岩の下に。足を滑らせて。はい、私昔からそそくかしくて。実はオイラ、ここに来る間ずっとあんたを騙してヤギのことを聞き出そうと思ってたんでやんす。でもオイラ、やっぱりあんたを騙すなんてどうしてもできねえ。私もですよ。でも、その、ガブの顔見ちゃったら、そんなことできなくて。やっぱり俺たち、秘密の友達でやんすから。秘密の友達？そうですね。でも、もう秘密じゃなくなっちゃったみたいですね。本当？えらいことになっちまったっすね。どうします？行くか帰るかどっちかっすよね。私を食べて終わりっていうのもありますよ。それができりゃ簡単だ。いつまでも何をごちゃごちゃ喋ってんだ。さここまで来たら、いっそ行くところまで行ってみやすか。うん、その覚悟なら、もうとっくにできてます。なーに、これ式の流れ、なんとかなりやすよ。そうですよね。また生きて会いましょうね。もちろんでやんすよ。うん。
こんなことになるならオイラと出会わなければよかったのに。私は出会ってよかったですよ。メイ、またこうして会えるなんて、私夢みたいですよ。ゆうべはオイラももうダメかと思いやしたよ。ガブの声が聞こえた時は私もう嬉しくて嬉しくて。ねえ、あの2匹、ゆうべのヤギとオカミじゃない？ああ、あの後川に飛び込んだんだろう。よく生きてたもんだ。これからどうするんだろう。さあ、この噂はすぐ狼たちに伝わるっす。そうですね。どこへ行くのかね。狼とヤギが一緒じゃね。これからあの山の向こうにでも行ってみますか。え？あの山って、あの山の向こうには誰も行ったことがないっすよ。だから行くんですよ。私たちもう戻るところないじゃないですか。そりゃそうっすけど、私きっとあると思うんです。あの山の向こうにも緑の森が。緑の森っすか。ええ、きっとありますよ。その森なら狼とヤギが一緒に暮らせるかもしれない。本当にいいんでやんすね。てっぺんはきっと深い雪が積もってて、凍えるような寒さが待ってて、そりゃ簡単に行けるところじゃないっすよ。だから誰も行かないし、向こうからも誰も来ないでやんすよ。なんとかなりますよ。そうっすよね。やっぱり行くしかないっすよね。きっと。
があるに決まってやすよ。緑の森が。ええ。ここで二手に分かれて探すんだ。へい。バリーたちは北だ。へい。俺たちは東を探す。分かりやした。ガブの野郎、甘くしてやったのは間違いだった。ヤギなんかをかばいやがって。許せねえ。どんなことをしてでも絶対見つけてやる。見つけたらもちろん処刑ですね。それにしても一緒にいたヤギはうまそうだったな。ベール見てろ、あのヤギだって簡単には殺しやしねえ。行くぞ。えい。何がおかしいんでやんす。だって私たち毎日一緒にいられるじゃないですか。ああ、今まではいつもどこかで早く群れに帰らないとって思ってやしたからね。そう、今はもうずーっと一緒にいられるんですから、それだけでなんか楽しくて。でもオイラたちは追われてるっす。油断しちゃダメでやんすよ。この辺りは見晴らしが良すぎて危険でやんす。はーい、気をつけて歩きます。この匂いは確かにガブとヤギの匂いだ。おい、まだ近くにいるかもしれねえ。ついさっきここを通ったみたいです。ヤギの毛も落ちてる。よし、どっちに行ったか調べるんだ。わかりました。今日は何匹殺してきたんですか。ナネズミを2、3匹かな。毎晩そうやって私が寝てる時に殺してるんですよね。あのね、オイラだって腹は減るんだ。そもそもあんたを食べずにこうやって。私に気を使ってそうしてくれてるのは分かってます。でもやっぱり嫌なものは嫌なんです。じゃあどうしろって言うんすか。おい、今なんか声がしなかったか。へえ、確かこの辺りから聞こえたような。でも匂いがしねえな。もっと風下じゃねえのか。へえ、明日そっちを探してみます。どうした？ここに。なんだ、すんごくかわいい花が咲いている。あ、本当だ。踏まないように気をつけろ。わかってるよ。とにかくガブの野郎たちがこの辺りにいるはずだ。ああ、バリーさんは追跡の名人だ。間違いね。
もっと向こうに行ってみるか。よし。大丈夫っすか。いたぞ。いた。ガブ見つけたぞ。絶対に逃がすな。ガブ、さっきはごめん。なに、もういいっすよ。随分登りやしたね。ええ、さすがに疲れました。お、あそこに見えるの、沢沢山じゃないですか。本当だ、バクバク谷も見えますよ。ここから見ると、あんなにちっちゃいんすね。私たち、あんなところで暮らしてたんですね。そう、毎日追いかけたり、追いかけられたり、隠れたり、見つけたり、みんな大変っすよね。やっぱりガブって変ですよ。狼なのにそんな言い方。そういうメイだって。私今思ったんですけど。何を？ガブと出会ってよかったなって。そんな、もちろんオイラも。ねえメイ、きっとありやすよね、緑の森。ええ、絶対にあるはずです。そこに行けたら楽しいだろうな。ええ、ガブと一緒なら。明日は晴れるでやんすよね。ええ、きっといい天気になりますよ。ダメだ、もう歩けない。
頑張ってくれ。お願いだ。オイラを一人にしないでくれ、メイ。味噌もないですね。そうっすよ。ねえ。今、私が美味しそうに見えました。いえ、そんなことはありやせんよ。いいんですよ。ガブ、もう何日も何も食べてないじゃないですか。どうせ外はこの寒さです。ヤギの私にはもう耐えられない。だからガブ、私の分まで生きて。何言ってるんでやんすか。私、ガブと出会って幸せだと思ってるんです。命を懸けてもいいと思える友達に出会えて。いや、そんな風に思ってくれたら、オイラの方こそ幸せでやんす。だから、ガブはお腹いっぱい餌を食べて、元気にこの山を越えて。何言ってるんすか？餌なんてどこに？あるじゃないですか、ここに。違う！メイは餌なんかじゃない！ね？違う！なるなよ。ちくしょう。なんでなるんだよ。カブ。なんでオイラ狼なんかに生まれてきちまったんだよ。ガブ、正直に答えて。私と初めて出会った小屋の中で私がヤギだと知ってたらどうしてました？食ってやした。そう、それでいい。その時のつもりになればね。別にオイラもうどっちが生き残ろうと一緒に飢え死にしようと、そんなことどうでもいいでやんす。どっちになってもオイラたちもう二度とおしゃべりもできなくなっちまう。それが一番つらいっすよ。私だって。私、この吹雪の中でずっと考えていたんです。命だっていつかは終わりが来る。でも私たちが出会って一緒に過ごした時間が消えてなくなるわけじゃないってね。そうっすよね。長いか短いかの違いだけっすよね。わかりやした。そこまで言うならやってみやす。そうだ、初めて出会ったことにして、オイラが外からやってきてガブッと行くのは。うん、決まり。じゃあガブ、元気でね。さよなら。ああ。
さよなら、メイ。さよなら、ガブ。今さらメイを食えるわけないっすよ。ん？ないか。ああ、どっかに草の一本でも生えてないかな。雪でも食えればな。少しでも食べれば、メイはきっと元気になるっす。ん？と出会って幸せだと思ってるんです。命をかけてもいいと思える友達に出会えて。命をかけてもいい友達か。ガブ？
ガブ。ガブ、どこに行っちゃったんだろう。だよ、花も咲いてるよ。寒い冬も過ぎたのに、ガブ、どうしたの？なぜ来ないの？私が自分を食べてなんて言ったから、あんなことさえ言わなければカブは私のそばにいてくれたんだ。よかった、生きてたんだ。わっ、ねえ、ガブだよね。ここはどこ？こんなところで何してるの？うるせえな、見りゃわかんだろ。大事な餌が逃げねえようにしてるんだよ。餌？もしかして私のこと？ねえガブ、私ですよ、メイですよ。さっきからガブガブってなんだよ。そのガブってのは俺のことか？ガブ？冗談でとぼけてるの？それとも
本当に私がわからないの？たく、よく喋るヤギだぜ。ガブだかメイだかわけのわからねえこと言ってるが、お前のことなんか知らねえよ。だいたい自分が誰なのかもわからねえんだ。ガブ。だがな、覚えていることが一つだけあるぜ。何ヤギの肉が大好物だってことよ。ええそれにしてもお前本当にうまそうだぜ。いつもならすぐ食っちまうとこだが、こんなごちそうだ、今夜の満月でも見ながらゆっくり食ってやるよ。ねえガブ、お願いだから思い出して、私たち友達だったんですよ。ふざけんじゃねえよ。俺は狼でお前はヤギなんだよ。バカなこと言ってんじゃねえ。本当なんです。一緒にピクニックに行ったし、ここにだって一緒に来るはずだったでしょ。ねえガブったら、私の顔よく見て、ほら私たち友達だったじゃないですか。うるせえ、少し黙ってる。助かりたいからってわけのわかんねえ作り話をするんじゃねえ。ガブ、きっとあの雪崩に巻き込まれたショックで何もかも忘れてしまったんだ。あの時ガブにならたとえ食べられてもいいと思った。でも今のガブはもうガブじゃない。ただの狼に食べられるなんてやだ。へへへ、久しぶりにうまそうなヤギが食えるぜ。早く月が出ねえかな。こんな風に死ぬなんて絶対やだ。こんなことならこの森でガブに会わなければよかった。こんなことならあの山を越えなければよかった。こんなことならいっそのこと、いっそのことあの嵐の夜に出会わなければよかった。今なんて言った？え、だから嵐の夜に出会わなければ。嵐の夜に？嵐の夜に、嵐の夜に。ところで何をしてるんでやんす？カブ？ずっとあなたを待ってたんですよ。メイ！カブ！綺麗でやんすね。
と一緒に月を見たかったでやんす。私もですよ。やっと見られましたね。ああ、最高の夜でやんす。ガブ、もう私たちずっと一緒にいられるんですね。ずっと、ずっと一緒っす。